愛知学習センターで、えー、人と魚の脳はどう違うのかについてお話しする山本直之です。魚にも脳はあります。顔を見て個体識別する魚、道具を使う魚、協力して狩りをする魚、さらには釣りをする魚もいます。そうなると、魚の脳は我々人の脳とどの程度似ていて、一体何が違うのか疑問になってきます。 でこれは鯉の脳なんですけれども、えー、前から救急、大脳、官脳、中脳、強、小脳、塩髄、で最後、脊髄と、えー、人の脳と同じ場所がすべてあります。授業では最初に人の脳とその機能について、えー、続いて魚の脳とその機能について学び、両者の同じところと違う点について勉強します。実物の脳も準備します。 興味がある人はぜひ授業を聞きに来てくださいありがとうございました